はい、こんにちは、池田です。なんかいくつあるやんっていう話をですね、この前しとったらですね、それサンプルやから使ってみって言われて、マジっすかってもうぜひ使わせていただきますっていうので、借りたシューズがあるんですそれは本当にですね、僕最初パッて見た時に、お、なんかええやんと思ってですね。で、まあ自分が最近もシューズがですね、ムーンスターとか、使ってたんですけど、もうボロボロになってお前それ穴開いてるから書いた方がいいやんってちょうど言われたところで、あ、どうしようかな新しいシューズってこう考えてたところに、おっみたいな、使ってみっていう何会話があって、あ、本日は使いますって言って、それ昨日の夜なんですよ。で、今日の朝履いてみてるんですけど、それを紹介します。これ何かっていうと、ジロです。はい、じゃあこれです。これ何かというとですね、ジロのディードっていうシューズなんですよ。フラットペダル用の自転車用シューズです。ビンディングシューズってよくあるのが、このまあ裏面にですね、こうクリートをつけてペダルとかを固定して、使うっていうシューズは自転車用シューズとして結構あるんですよ。で、こういうクリートがあって、まあ、ソール、この底が柔らかくて歩きやすい、もうよく曲がるから歩きやすいよっていうのは今まで持ってたんです。それはジロのランブルっていうやつなんですけど、要するにビンディングシューズが使える。で、フラットペダルが最近僕多くてですね、この自転車ももう定番のこの MKS の XC3 ペダルで、これでサンダルでこう気軽に乗ったりとかですね、で普通のスニーカーでも乗ると。だからフラットペダルがいいんですよってなった時に、でもビンディングシューズのあのカチッと感、こうなんかこうペダルをガシッとこう掴む感っていうのも捨てがたい。いやー、どっちがいいかな。まあでも片面フラットビンディングみたいなのもあるし、どうしようかなと思ってたんです。で、マウンテンバイクの、フラットペダルシューズっていうのがかなりですね、履くと分かるんですけども、普通のこういう形をしてるんですけど、食いつきがすごいんですよ。フラットペダルのイボイボしたこう押さえ、滑り止めの押さえのところにですね、すごいこうグッとこう靴底が食いついていいんですけど、ちょっと硬いと。だから普段履き、普段も使う気満々なんで、普段履きもしようとしたらちょっと硬いかな。ビンディングシューズの特用の硬さにフラットペダル用なんだけど似てるなって思ってたところに来たのがこれやったんですね。で、これはそのマウンテンバイク用シューズっていうわけではなくて、トレイル用シューズっていうわけではなくて、なんかこうちょっと新しくなったらしいです。この底が薄くて柔らかくて歩ける歩けるマウンテンバイク用シューズ、フラットペダル用シューズ、マウンテンバイク用って言わん方がいいかもしれないですね。街も行けます、アーバンっていう使い方もできますいうやつだったんです。で、もう自転車とか草木が好きな人にはもう嬉しい、この汚れにくいっていうのもなんかついてるみたいで、僕もですね、今昨日の夜、あ、このシューズこういうのがあるんだって知って、んで帰ってちょっと調べたぐらいなんで、まだまだ知識が正直ないんですけど、泥がつきにくいと、めっちゃいいと。まあ、もともとマウンテンバイク用でトレイル走ることも想定してるっていうのもあって、この側面がですね、頑丈なんですよ。もう触っただけで分かりますね、これ頑丈で。僕ハードに使うんで穴開いたりっていうのがよくですね、この親指とこの小指のこのここ膨らんでるんですよ、僕。だからここよくですね、コンバースとか履くと、もうパコッとすぐね、靴底が剥げるんですよね。
で、しゃがむっていう、なんかこういう、こういう動作。で、これ自転車いじるっていうのが多いんで、本当にこの、ダメージがすごい。なんですけど、まあ、これやったらいけんじゃないかなって言って、いうところです。で、昨日の夜履かせてもらって、最初に感じたことがあるんです。それが、軽っと思ったんですよ。多分そんなに軽くないです。でも、この、軽っと思ったんですね。なんでやろ。カーボンソールとか使ってるわけでもないのに、なんかですね、軽かったんですよ。で、それまで履いてたのが、ニューバランスの、あのスニーカーやったんですけど、なんでやろうな。履いて、ふってこう、足上げた時にすげえ軽っと思ったのが、もう最初の、印象やったですね。で、その自転車用、フラットペダル用っていうことあって、で、今日早速ですね、これに、このペダルにですね、足を乗せてみたんですよ、ぎゅっと。そうしたら、まあ確かに、滑らん。滑らんです。で、マウンテンバイク用、もうがっつりダウンヒルでも使えるようなマウンテンバイク用シューズに比べるとグリップ力は若干下がってるように思うんですけど、街中とか走るんやったらもう全然いい。っていうかそれよりも歩ける、普通のスニーカーみたいに歩けるっていうのが、一ついいなと思ったところですね。マジで歩けるです。で、これあのクリート付きのタイプやと靴底がですね減ってくるとカチカチってあのクリートが直接地面に当たって音が鳴るんですけど、これは音鳴らないんでそこもいいなと思いました。で、意外とそのクリート付きの歩けるタイプって靴底がクリートつけるために板が入ってるんですね。で、その板が結構こう親指をこう曲げるときにカリッとこう痛かったりするんですけど、これはそれがないので、比較的歩くことに関してはいいなと。だから歩けるもので、ビンディングタイプで歩けるもので、フラットペダル用のシューズで歩けるものでやったら、やっぱりこうフラットペダルの方が、確か歩きやすいなと、感じたところです。はい、まあこれあのあれですもう本当個人的感想という感じですね。で、これも言いたかったんですよ。この靴紐なんですよね。靴紐もう普通なんですけど、なんかこの靴紐がですね、ちょっと広いやつを使っててですね、こう上からこう綺麗に押さえるような感じ、押さえられてる感じがして、すごいあのフィット感が半端ないです。あの普通のスニーカーよりもなんかこう前面でギュッと押さえたり、この上のところくるぶしのところでこうキュッと押さえたりっていうのが、なんかこう紐の調節で自由自在にできるなと思いました。で、普通のシューズスニーカーにはないのが僕はですね、これやと思うんですよ。この足の甲のこのゴムバンド、これがですね重要なんですよ。これ何かって言ったら、これこの今僕紐ギリギリやってるんですけど、紐が長い時にここにこう挟むんですね。そしたらチェーンに絡みにくいよっていうやつ、これ僕すっげー使うんですよね。たまたまあの今のセッティングやともう紐が全然、余らなかったんで、これでも全然いいんですけど、紐が長い時はあのゴムバンドを使えば絡まることがないので、というところです。はい。で、ひとまず、街の中、通勤で今使ってるんですけど、今のところですね、バッチグーですね、バッチグー。グッド。んで、普通の、普段履きといいますか、自転車をこうメンテナンスしたりするときにもちょっと使ってみて、よかったらですね、買おうかなと思ってるところです。そこなんですよ。専用シューズってなると普通の使い方になった時にちょっと使いにくいっていうのがやっぱあるんですけど、それをどこまで使いやすいかっていうのが、専用だけどもこの汎用のところの範囲が広いよみたいなのが、普段使うものに結構求めていることなんで、僕が
そこもですね、ちょっと試しようかなと、試しようかなとかやって、思ってるところです。はい、ということで今回はちょっとサンプルのですね、デュロのディードっていうシューズをですね、借りたので、それの初回のレビューをちょっとしてみました。なかなかでもフラットペダル用シューズってないんじゃないですかね。街中のフラットペダル用シューズ、まあもともとマウンテンバイクですけど、もうちょっとソールが柔らかくていろいろ使いやすいよっていうのってあんまりないと思うんですよね。だから普段サンダル、たまにはシューズみたいな、使い方やったらかなりええんちゃうかなと思うんですけど、まあそれはちょっと置いといて、というお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。